指示が届きました。発信どうぞ。了解、出撃します。 この戦いに終止符を打たねばならん。全軍総攻撃開始。 拠点を奪取した。あとは頼みました。一時退避します。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。 指示が届きました。敵本拠点に攻撃されています。攻撃を始めるわ。修理が必要ですよ。拠点を占領した。 はまだ戦うと言っています。退避させてもらいます。ありがとう。 敵の本拠点を攻撃中。大丈夫だ、修理は任せろ。慎重に行動せよ。ここは我慢しない。ありがとう。大丈夫だ、修理は任せろ。 敵補給艦を破壊した。スナイパーに動きをよ。どうしてそんなに死に急ぐ。ありがとうございます。 動かないかじゃ、スコア稼ぎにもならない。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。 いい調子だよ、会長。会長、 部隊なのかもしれんな。一から出直せ。 早期前線復帰を尽力する。敵のミノスキー分子艦により一時的にレーダーが無効化されます。ジオンに兵なし。
こやつらを駆逐するのは今思って他にない。終了する。ありがとうな。感謝する。慎重に行動せよ。ここは我慢比べだ。呼吸器が破壊されました。レーダーが使えない。目に頼るしかないのか。ミノフスキー粒子量減衰。レーダーが回復しました。よくやってくれた。その調子で頼むぞ。私がやります。敵の本拠点を攻撃中。邪魔な敵側を落としておいた。回収しないと始まらんか。リペアポットを設置したわ。リペアポットを設置します。敵エース機の撃破に成功しました。敵撃墜。レーダーが使えない。目に頼るしかないのか。ジオンに兵まき。
奴らを撃破するのは次は思って他にない。大丈夫だ、ありがとうな。冗談じゃねえぜ、まったくよ。立ちはだかる奴は全て倒す。機体はまだまだ再生可能だ。助かったわ。修理、私大丈夫だ。ありがとう。修理を頼む。俺はもう悲しまないぜ。いい調子だよ、会長会長。誰か修理を頼む。機体はまだまだ感謝する。ご支援はいただいたよ。ありがとう、礼を言う。二軍本拠点 A が攻撃されています。退避するわ。会長会長、呼吸器が破壊され。よくやってくれた。その調子で頼むぞ。指示が届きました。この機体、ありがとう。ありがとう。ここは退避させてもらう。修理を頼む。今ならまだ修復可能だ。これじゃやられ役じゃないか。動きに優雅さがありませんね。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。機体はまだ戦うと言っています。アムロ、行きます。諸君らはニュータイプ部隊なのかもしれんな。機体はまだ戦うと言っています。修理が必要ですよ。ありがとう。敵のミノスキー粒子スタンプにより一時的にレーダーが無効化されます。慎重に行動しよう。ここは我慢比べだ。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。拠点制圧完了。行くぞ。なんだよ、俺は何しちゃってんだよ。呼吸器を破壊しました。邪魔な敵艦を落としておいた。機体はまだ戦うと言っています。この感覚はまるで敵軍戦力ゲージが残り 50% を切りました。拠点を制圧しました。機関から指示が届きました。暴走本能というものは敵戦略兵器の起動が確認されました。敵軍戦略兵器が発見されました。急いで破壊してください。
機体はまだ戦うと言っています。自軍戦力ゲージが残りのスキー粒子量減衰。目に頼るしかないのか。回復しました。指揮官から指示が届きました。直撃か。私に苦戦しているようでは他のパイロットには勝てないですよ。もう少し頑張る。みんなのために。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。修理しろよ。自軍戦略兵器が設置されました。軌道範囲まで運搬をお願いします。やる。各部隊がしまないぞ。この戦いでジオンを徹底的に戦う。諸君の健康に期待する。修理はまみにする。ではではお次に参りましょうか。援護して。作戦時間が残り3分を切りました。戦略兵器を指定された地点まで運搬し起動をお願いします。何？あんたに恨みはないが、これも任務なんでね。そこだ。よくやってくれた。その調子で頼むぞ。成功撃。ジューモビルスーツにそんな攻撃は効かん。戦略兵器が破壊されました。これ以上好きにさせない。敵エース機の撃破に成功しました。ジオンの巨人どもにしてやられるとは。自分エース機は撃破されました。敵を倒してないですか。時間が残り1分を切りました。ありがとうございます。冗談じゃねえぜ。自分戦力ゲージが残り 10% を切りました。自分エース機は撃破されました。大丈夫だ。修理は任せてもらっていい。まさかジオンはニュータイプの実戦投入を行っているとでも言うのか。呼吸器が破壊されました。
されているな。だが、これ引きで終わりませんよ。我が軍の敗北です。撤退してください。報告します。負けはしましたけど、あなたの戦いぶりは敵にとって脅威に移ったでしょうね。報酬を受け取っておけ。だが本部からの報酬が支給されました。開封するコンテナを選んでください。